ね。準備はしっかりしないとね。これ。
少しくらいは手加減してよね、マザコング。マザコング、いつもなら殺したいほど憎いよ。予報さえあれば。残念だが、クロワールの力ザ。案内人はこのネプチューンなら引き受けた。どっちから足の服にしてあげるわ。娘の番だね。全力でいきます。よし、ひょうにしちゃうぞ。終やるしかないんですね。私に落とせぬ敵はないわ。来た来た。全てにくるくるドリーム。へいへいへい。何その力。何にゃ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 。その力。すずめの夢をプレゼントするよ。なかなかやるではないか。全力でいきます。ビットと連携した。狙いは外さない。終闇。よし、ひょうにしちゃうぞ。ゴーレット。何、撃って撃って撃ちまくるよ。娘の番だね。私に落とせぬ敵はないわ。私は目標案内に沈黙。ミッション告知しない。帰ってくるようです。ギアッチたちの話を聞く。まさに魚だけに。大丈夫、マジェコンヌを倒した。と偵察に出たつもりが。休憩休憩っと。Thank you.
わ。プラネテューヌってことは多分ネプコの夢。ネプチューヌは確か本人が望む幸せな夢だ。女神化できるので。そうね、甘えることもできますし、友達も多いし趣味も多い、ね、なんだろう。逆に気になる。ほらネプちゃん、揚げたてのコロッケ。うわーい、おばちゃんありがとう。ほら、うちの新作のプリン。お兄さんもありがとう。ネプチューヌ様、見て見て、100点すごいね。ネプ姉ちゃん、俺の話も聞いてくれよ。いつも遅くまで河原で練習してた。ネプネプ、たくさんの人に囲まれて幸せそうです。ありえないわ。ネプコのくせにみんなの幸せが自分の幸せだっていうの？仕事サボって昼寝やゲームしてたり、プリンやお菓子を食べるとか、なんでギャグ要員のネプコの幸せがこんなにほっこりしてる内容なのよ。でもこれじゃあこの光景本当？はい、遊びに出かけたお姉ちゃんをよく迎えに行くんですけど、もしかし多分なんですけど、お姉ちゃんの幸せっていつもと変わらない平和な日常なのかもしれません。たとえこれがまがいものの平和な日常でも。出発です。ってことはだと思います。ユニちゃん、別にここに来たの。そうだよね、ちょっと待って。ユニちゃんだって、ネプキアちゃん、経営者さんまで。けどいけない、遅刻遅刻。遅くまで台本チェックしてたせいで。で、あ、超人気や。昨日の夜は見てくれてありがとう。うん、お仕事頑張ってね。ありがとう。あ、この音は今度は電話けど、うん、そう、たまにユニももう一人前に育ってきたし。ポカポカな、何あのアイドル声優としての活躍、アンドリア中ユニさんとの姉妹関係も良好。まさにノワールさんの理想がてんこ盛りですね。けど確かにお姉ちゃんの願望が全部かなっ。ユニさん、お姉ちゃん。あら、ユニじゃない。女神を辞めるって本当なの？そうよ、だって女神としての私よりも声優としての私。けどそれができるのも。そうよ、せっかくだし今夜引き継ぎ式をしない？お、どうしたの？違う、こんなキモくて無責任で調子に乗ってるおね。ユニ、ちょっと待ちなさいよユニ。ふう、きっと緊張してる。ネプギア、お、そこですね。やっぱ自由ってのは喜んでもらえで、捕まえた女神どもはどうだ？よく眠ってるよ。素材ね。前のはただパープオリジナルの女神を取り込む。